ギアウェーブ、続いてはウォーターランドの大人気ルアーを村田はじめさんにご紹介いただきます。はい、ということでですね、もうちょっとおしるこ食いすぎてちょっとお腹がはい、そんな感じで、まあ、その前からこうなってるんですけどね、失礼しました。まあ、今回はこの辺ちょっとちょろちょろっと並べてみました。本当にたくさんあるんですが、そのうちのですね、選抜組だけちょっと持ってきました。じゃあちょっとご紹介いただく前に、今回紹介いただくアイテムの一押しポイント、フリップに書いていただいたので、そちらを見せていただいてもよろしいでしょうか。これ見せんの？はい、いきますよ。はい、じゃんじゃん、何でも釣れる。はい、そうです。おー、何でも釣れる。何でも釣れる、よくあるじゃないですか、このルアー、例えばバスのこういうね、ところでこういうところにこう使ってください。はい、何でもいいじゃん別に何でもいいの。だから別にこう、この例えばこのね、トップウォータープラグがあるわけですよ、はい、ね、まあ、青物釣ったりね、で沖縄やもうトロピカルフィッシュ釣ったり、うん、シーバス釣ったり、バス釣ったり、トラウト釣ったり、何でもいいでしょ、うんうんうん、何でも釣れる。そうか、はい、じゃあ今回紹介いただくルアー、まずどれから、はい、まずはこの、ね、アンダートゥイッチャーっていう名前の、うん、はい、トップウォータープラグなんですけど、これトップウォーターなんだ、はい、トップウォーターなのにアンダートゥイッチャーとは、これいかに、はい、どういうことなんだ。要するにトップウォーターって水面のこう動くわけですね、うん、でこれ実はスキーイングタイプって言ってね、はい、まあ、浮きとしてはこんな感じで浮くわけですよ。あ、ちょっと頭が上に、ミージュってこういうふうに浮くやつとこうなってる、はい、こっちは早引き用で、こっちはスロー用になるわけですね、うん、そうすると動かした時にこうチョンチョンってやって、クイックイッ、誰でも簡単にこう首を振りをすると、うん、ゆっくりで、まあ、バスなんかこれでいいですよね。じゃあ海は、うん、海って結構チョッチョッチョッってやりません？早くチョン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 ってやるとバーンと出る。もしくは青物系になるとバーン投げてシューチョンっと全開でジャバ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 とするとジャバ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 ってくる、うん、とダメなやつってぐるぐる回っちゃうんですよ。あ、早巻きするとね。ありますよね。これはもうスロー用なんだけど、早いトゥイッチも OK だし、それからさらに、早巻きも OK だと。へえ、万能じゃないですか。万能じゃない。だから、何でも釣れる。何でも釣れる。はい、ちょっともう早いですけど、私これ出したいと思います。ありがとうございます。だってね、普通その、まあ、さっき言ってましたけど、うん、これは何々魚種用のルアーです、うん、こっちはこの魚種用です、うん、っていう販売の仕方しますけど、はい、もうここまでね、何でも使っていいんだっていうね、うん、その釣り人の自由に委ねられてるわけですね、うん、だから何でもいいんですよ、どんなルアーでも結構ですから、どんな魚でも結構ですから、狙いたい魚を、ね、狙いたいようにやって、どう使えばいいんですか、うん、いやいや、その場その場によって、今日は早巻きがいい時とゆっくりがいい時があるじゃないですか、どの魚も、うんね、でそれによって、またはね、アンダートゥイッチャーって言われるのは、チョンチョンってやったら頭プンって入った、頭入った瞬間にプンプンプンってやると、水面下、このぐらいのところ、水面直下でチュッ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 って動くんですよ。おー、水面の中にも入ってくるんだ。そうそう、だからアンダートゥイッチャーなんです。ははー、で頭プーンって入ったな、入った、横でパッ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 ってやると、クン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 って水の中で水面直下でこう止めないよ、フィッ、浮いてきてバホーンみたいなね。へー、うん、これってことは、うん、まあ、もちろんこれトップウォーターですから、うん、バス釣りにも使える。バス釣りの時はそのゆっくりツイッチ、うん、ただアメリカ人なんかはよくほらザラスプークなんて昔からあるのがありますね、うん、あれなんかパン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 、チャン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 って使うわけですよ。日本人はゆっくりちょい、うん、ちょいってやるけど、もっとベイトフィッシュ、ベイトがパパパパパって逃げてるような感じをパパパパパってやるとダーンと出る。じゃあバスでも早いトゥイッチは有効なんですね。で、うん、海だとやっぱ早巻きするっていう、そうそうそう、意識がみんなあるからやるけど、うん、いろんな使い方できちゃうわけですね。そういうこと、そういうことです。はい、ね、まあ、120、これまあ12センチなんですね、はい、の20グラム、だから円筒も可ですし、あ、結構重さがあるから飛ぶ、うん、はい、よくぐるぐるってテンと落っこちゃうやつあるじゃん、クイーンってこう飛んでいくという。わー、気持ちいい。おかまり何使ってみたい魚？私はね、シイラが釣りたい。釣れそうだね。
めちゃめちゃ釣れそうですよね。早巻きできるなら、ね、うわいいですね。ナブラ打ちにね、楽しそう。ほんとこれボイルしてる時にこれ投げたらなんでも OK、はい、じゃあ何でも OK ですんで、はい、何でも釣れます。何でも釣れる、何でも釣れます。いい言葉ですね。うん、じゃあ続いてのルアーのご紹介いただきたいんですが、まあ言わずと知れたですね、ジャークソニックと言われる、もう大変なものが うち間に合わなくて、毎回1万個作ってますからね、すごい数、1万個毎回1万個だから、先月1万個今月1万個とかっていう、そういうレベルで作ってますから。これはあのどういったタイプのルアーなんですか。ね、一応最初に作ったのはこの5号と6号だったんですよ。でもともとは渓流、でも僕はこれ渓流だけ、いやいや何でも釣れる、ね、これありますけども、あのこの小さいやつって例えばね、メッキアジとかあるじゃないですか、はい、ね、こう中にはね、もう少し大きいのも出ちゃったりなんかする、うんうんうん、ね、カマスちゃんがこう連れてくれたりとかね、うん、その海の魚、なんでっていうと、これヘ、あのヘビーウェイトの、ミノなんですね。シンキングミノ、ヘビーウェイト、シンキングのヘビーウェイト、どういうことっていうと、あのもう重たいんでよく飛んでくれるわけですよ、うん、重たいんでよく飛んでくれるとガーッと巻くと泳がないルアーが多いんですね、うん、あのヘビーウェイトっていうのは、まっすぐ来ちゃう、あのトゥイッチした時にクイックイックイックイって動くんですよ。だからトゥイッチした時だけ、だからヤマメなんかはずっとトゥイッチするってこうやってやってれば、まあなんとかなるんで、うんうん、ところがイワナとかニジマスとかってなってくると、トゥイッチしてるだけだと諦めて戻っちゃうんですよ、うん、だからトゥントゥントゥンってやってた時に、その後にクリクリって巻く、トゥントゥントゥン、グリグリグリって泳ぐと食ってくれる。あ、じゃあそのまっすぐ泳ぐだけのルアーよりも、そのグリグリって巻いた時にクリクリってこう泳ぐのじゃないと、はい、だからイワナたちは、ヘビーウェイトはチョンチョンチョンってやった時にピーってやるとやめたって戻っちゃう。それが戻らないようにするために、まあ、あの各社いろいろね、ヘビーウェイトのやつを作ってみて、その中でもうちはミディアムリトリーブぐらいでも泳ぐように、うん、あのスローはさすがに泳がないです。スローは泳ぐ、まあ、このだからバスのスピードでこうやってられると泳いでないじゃんなるんですが、このぐらいのスピードで泳ぐよ、これ普通ヘビーウェイトのやつってこう巻かないと泳がないんです。早巻きしないと泳がないところを、まあその中間のスピードでも泳ぐ、はい、そのどうやって泳がそうとしたところに工夫がある。基本的にですね、こいつ普通あのお尻をこう振るっていうのがあるんですね、はい、お尻を振るっていうのは基本的にあのボブリングで、ここにこうロールって言ってこういう動きが入る、ローリング、はい、このローリング系の方が海の魚も川の魚も湖の魚もよく食ってくれる。ボブリングっていうのはもう活性が高い時はいい、はい、お尻バッ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 バって振ってればそれで食っちゃう。ところがこうローリングするやつの方がどちらかというとちょっと渋ってる時も食わせるやすいぞと、うん、もう一つあるのがこれ落ちる時にですね、あのお腹真っ平らになってますんで、はい、ヘビーウェイトなんでこう沈むじゃないですか、ちょん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 ってやった時に触れながら落ちるんですね。だからあの石垣島は僕よく行くんですけども、この間も行ってきたばっかしなんですけどね、石垣島タンチャッパーンってキャストしてトゥン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 ピーっと落としていきます、うん、トゥントゥンピーっと落としていくとゴンクタッていう、わーフォールの時に食うんだ。そうフォールで食ってくるのが 90% ぐらい。あ、もうほぼフォール、はい、巻きで食ってくるのは 10% ぐらいですよ。だから今までのルアーがあの皆さん沖縄行ったとか、いうところでこうトロピカルフィッシュをやりたい、いろんなイシミーバイだなんだっていろんなのが釣れるんですが、その何十種類もの魚がほとんどがフォールで食ってきてるんですよ。あのさっき最初に渓流での話してくださったじゃないですか、うんうん、渓流もやっぱフォールなんですか。です、ね、だってちょんちょんちょんってやった後にツーッと落ちるんでしょ、はあ、そのフォールの時にパカッて。ただ結局ねヤマメやなんかですとちょんちょんやってる時に食っちゃうの、うんうん、でも、先ほど言ったように、イワナなんかの場合はずっとトゥイッチしてると戻っちゃう、うん、ニジマスは本当のちょっとちょんちょんちょんカリ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 でちょんちょんちょんカリ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 、でも逃がしてあげないと、逃がしてあげて止める、そうするとドコンって食ってくる。へー、じゃあこれどのサイズもその動きは共通してるわけですか。共通ですね、ちなみにはい、海伊藤と言われる伊藤、魚種格闘技戦でやったんですけど、ね、うん、あれの時はこれですから9センチですから、
海糸、はい、海あの要するにサーフで投げて、糸を釣るんですね、うん、その時にあの一緒にやった人間もうちのこれを使いながら2人でこれで1本ずつ糸を釣って、はい、へー その場合もフォールですか。その時はもう単純に薪でちょんちょんってやって止めたぐらい。あでも止めた時僕の場合は食ってましたね。彼もう一人の彼の方は薪で食わせてましたけどね。いやすごい、ね、サイズ、いくつか展開があるんですけど、そうですね、55、60、90、うん、で110で6月には今度130が出るという。わー大きいのも。それどういう使い分けしてったりですか。魚種によっての使い分けですか、うん、まあ、大きい魚釣りたいとかそれによって変えていただければいいわけです。そっか、何でも釣れる。そういうことだ。何でも釣れる、はい、ちょっとここでもう上げていいですか。はい、ありがとうございます。いやこんなに攻めれない瞬間がないルアーってなかなかないなと思って、はいはい、うん、私あの去年から渓流のルアー始めたんですけど、はいはいはい、やっぱりヤマメしか今まで釣ったことないんですよ、うんうん、常に動かしてるから、うんうん、だからこれでフォールでも釣れたら他の魚も。管理釣り場ってあるじゃないですか、はい、ね、今ちょうどこれから寒くなってくるとはね、渓流の釣り場今できませんから、うんうんうん、で管理釣り場行った時にイワナとかニジマスとかヤマメとかいろんな魚入ってますよね、はい、いいですか。もう本当にヤマメはちょんちょん動かしてればいい、うんうん、動かしてたまにカリカリとちょんちょんちょんカリって握った瞬間食ってくる、はい、でイワナもチョンチョンチョンカリカリカリ、チョン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 カリカリ、ブラウンもチョン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 カリカリカリ、チョン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 カリカリカリ、ニジマスはカリ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 チョンチョンカリ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 チョンチョン、このぐらい。はい、伊藤は、伊藤はカリ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 チョンカリ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 、これ伊藤すごい、ほぼ巻きなんですね伊藤はね、僕らはね絶対皆さんにはできない養魚場に投げることができる、うん、はい、養魚場 の社長ども、うん、みんな僕は知り合いですから、あのいっぱいいるところに、ね、そうすると魚いっぱいいるところ山のようにいるわけでしょ、はい、何投げても食っちゃうようなところ、例えば伊藤が 何十匹もいるようなところにパンって投げてこうあのちょん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 やりますよね、伊藤来ないんですよ。1匹か2匹追っかけてくるだけ、うん、ところがピッて投げてただ巻きしますよね、はい、20匹ぐらいドワーッと追っかけて、やっぱ業種によって性質違うんですね。全然違う。だから僕らロシア行きました。ロシアで伊藤を見つけるのどうするのっていうと、単純にボートで引っ張ればいい。あートローリングだ。トローリングやってバンって食った、だその辺にいるな、ピッて投げるとすぐ釣れる。面白いわけでございます。じゃあ、まあ何用の、はい、何の魚釣るからどのルアーを用意するっていうんじゃなくて、うんうん、はい、これを各サイズ用意しとけばいいってことなんですね。はい、だからアーナーついちゃんこれ8色、今これ1色あの、レッドヘッドというのがあるんですけどね、うん、まあ一番違うところこれ、ね、タラのパ後ろパールホイール、パールピンクなんですよ。ああピンク、そうなんだ。ここが違う、うん、このピンクが釣れんの。そうなんです。このピンクが、そうなんですね。なんかそう言われると本当そんな気がしてくるよね。ね、ね、うん、もうこれ欲しいな。まあ、ジャクソニックの方は25色。まあ作る時と作んない時がありますんで。25色まで、どれ使っていいか分かんないですよ。はい、あのこの辺にこういっぱいこうありますんでね。うんうん、はい、ちょうどあの1月1日にあのカタログが発売になっておりますので、うん、早く手に入れていただいて。じゃあ、 まあこんなことね、うん、村田さんが言ったら村田さんファンがみんなその色しか買わなくなるような気もするんだけど、うん、村田さんだったらどの色使いますか。あ、聞いちゃいたい、うん、その釣り場によって変わってきますどの釣り場でも釣れるようにするには、何でも釣れるようにするにはですね基本的には全色揃えてくださいわー商売人出た、ここで。上手。やっぱり釣り具屋の親父だったでしょ、ね、確信犯ですね。いや面白い、はい、じゃあそれぞれの、発売時期あと価格を教えていただきます。これがね、ちょこちょこ作っております、うん、この間これ2万個作りましたんで2万個、2万個作りましたんで今は在庫があります、はいはい、だから今もうすぐに買えます、うん、ジャークスニックは、月ごとにこれが例えば、例えば3月、4月、5月、で6月、7月ってこう各、覚えてない。でも毎月何かしら作ってるから、
税抜きになりますが、お釣り屋さんでは税込みになりますよね。アンダースイッチャーの方が一応1600円、そこに160円足していただければ、ジャクソニックがですね、110の方が1800円、90の方が1700円、20円上がったんです。はい、そして5565がですね、1500円という税抜き価格で、まあ、大体1500円から1800円ぐらいのレンジだと、そこに消費税かかってくるっていうことですね。顔何でも釣れるから、何でも釣りましょう。何でも買ってください。130は大体6月ぐらいには間に合うかなぐらいな感じですね。楽しみですね。今のところ今25g を超えるか超えないかぐらいのところのウェイトが最終段階が来週でございます。でもまさにその130で一番大きいサイズ、夏初夏ぐらいに出てくるってことなんで、オフショアのさっき言ったシイラとかね、カツオとか良さそうですね。あの130ですが、僕のルアーは2フックですから、いいですか。よく130のやつ針にいっぱいついてるんじゃないですか。邪魔でしょうがない。僕のは2フックでございますね。前と後ろです。村田の好みも反映されてる、楽しみです、というわけで今回はウォーターランドの大人気ルアーを村田はじめさんにご紹介いただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。